それではヤンツーの方の解説を始めます。はい、目標ヤンツー、よーエッ、両手を前出して回収で出します。そして引いて上段突き、さらにまた引き手、ここまでを連続で行います。えい、回し打ち、3回し打ちは基本の通りです。 C 抜き手、 O 抜き手、6、はい、左右に鳥の翼が広がるような感じで持っていきますね。でぐーっとひねりながら抜き手を出します。その時に肘が伸びきらないようややゆとりを持って止めます。O M、はい、この部分がヤンツーで特徴のある動作です。下段の小手押さえ受け、股剣を上げて手を返して手刀で押し出します。えい、よっ、しっかり手首を返してから出すことが大事ですね。えい、はい、向きを変えて、えっ、下段突き、えい、上段中段の連続の突きになります。次は前蹴りをした後、蹴った足は元の位置まで戻します。で前足を引きつけて猫足立ちになり、かけての宇宙受けになります。えい、で猫足立ちですね。もうちょっと狭くして、はい、また小手、受け、保険返して手刀、えい、ロー、回ります。回るときは、前足の方に寄せる形にします。えっ、下段突き、8、はい、はい、9、前蹴りを蹴るときに手は動かないですね。突きを決めた位置のまま前蹴りを蹴って、で受けるときはしっかり脇の下から基本通りに受けます。あ、これは肩の高さですね。引き手は拳になります。うん、ここはゆっくりと上げてゆっくりと前に押し出します。はい、直れ、休め、はい、他の方には見られない動作があります。大変貴重な動作ですので、しっかりと学んでください。